大歓迎だよ。神様、仏様、マサオミ様、邪魔するのだ、ロカ。え、あなたは、あ、もしかして。さよう、我が輩が村雨だ。いつもお主のうまいパフェをいただいておる。それには感謝しておる。それには感謝しておるが、すみません。安心してください。私は麻婆の姉みたいなものですから、村雨様の大事な人を取ったりはしません。う、そう面と向かって言われると照れるではないか。あ、姉か、ロカは姉なのか。ご主人、ハーレムの対象ではないのか。おい、入り口でいつまで突っ立ってんだよ。マサオミ、私たちもお店に入りたいです。ふぅ、やっと入れたぜ。ロカのお店に来るのは久しぶりです。お姉ちゃん、ごめんね、忙しい？はぁ、そう見える？まあ甘味どころの稼ぎ時は3時からですし。そうですよ。ここは美味しいお店ですから大丈夫です。観光客マジで減ってるんだな。思ってたより深刻じゃな。抹茶プリン8人分。麻婆たち、これからここで町おこし会議の続きでしょ。私も参加しようかなってね。もちろんお客さんが来たら駐座させてもらうよ。でもそれまでは参加する。町おこしはこの店の存続にも関わってるもの。私も何かしなきゃだよ。それで何をやるつもりなの？大掛かりなことをするなら早めに町長さんにも言わないといけないよ。いや、それが…ロカよ、実は何も決まってないのだ。そうなんですか？そうなのだ。全く、全然、何もですか？うむ、気持ちいいくらい、全く全然何も決まってない。真っ白の白紙なのだ。終わった。言い方を変えても真実は変わらんぞ、ご主人。とにかく何をやるかを早急に決めるのだ。そうしないとここのパフェも食べられなくなってしまう。ロカ、お主もいい案を出すのだ。この店の存続はお主の双肩にかかっておるのだぞ。そうですね。
ホーリにおりっを誘致するとかは？というものは難しいですね。俺、今まで何気なく暮らしてきたけどさ、今まで周囲の大人たちにすんげー守ってもらってたんだな。もっと前からいろいろしてりゃよかった。反省だ。ホーリは特殊な土地柄だからね。レンタローくらいの年なら普通はこんなことは考えないよ。ここは良くも悪くも独立独歩だから。このままホーリの土地が錆びれるのは私も嫌です。頑張っていいイベント考えましょう。私が舞をもっとたくさんやるのはどうでしょう。舞を見に来てくださる外国の方は多いですし。それに見る機会が増えることにより希少価値が薄れる危険もある。得策とは言えんの。私も吉野様にご無理は。それにご神道イベント同様、吉野様の舞も本来は観光客を集めるものではありませんし。そうですね。すみません、軽率な意見でした。いけない。吉野様、そろそろ戻りませんと。皆さん、お役に立てずすみません。いいんですよ、巫女姫様。ああ、あとは俺たちに任せてくださいよ。吉野は舞に集中なのですよ。舞の奉納、頑張ってくださいね。本当にすみません。行きましょう、吉野様。吉野、マコ、気をつけてな。はい、では。ご主人、吉野があんなことまで言い出すとはな。巫女姫様は普段からお忙しいから、あんまり頼っちゃダメだね。そうね。それに日立さんもね。うむ、今ここにいる者が中心で町おこしをするのがよかろう。私たちでいいイベントを考えてお客さんを呼び戻すのが一番ですよ。ご主人、まだやっておったのか。そろそろ休んだらどうだ。明日もあるのだし、明日また考えればよかろう。寝不足の頭で考えても良い考えは出ないぞ。ご主人、焦るでない。町おこしなど大の大人でも難しいことなのだ。あまり根を詰めてご主人が病にでもなったら、我が輩は責任を感じてしまうではないか。
もちろんしてやる。だが、病になどならぬに越したことはない。今夜はもう休むのだ。もう、ノートはしまえ。ほら、横になるのだ、ご主人。ほれ、おとなしく我が輩と寝るのだ、ご主人。ちょっとくらいなら、エッチいことをしてもよいぞ。またお休みの接吻をしてやるから、床に入れ。あとは、床上手な我が輩に身を委ねるがよい。電気がついてるから、いかんのだな。てい！ほれ、寝るぞ、ご主人。二人で寝れば、ぬくいのだ。ご主人、無理はするでないぞ。ご主人は、氷の犠牲になってはならん。我が輩のようになっては、ならん。千年版か！お兄ちゃん、来たよ。了解。今日もいっぱい話し合いましょう。結構意見は出ましたよね。はい、でもどれも決め手に欠けますよね。正直、停滞してきたよな。そうですね。似たようなアイデアが増えてきましたし、この中で決めてしまうしかないのでしょうか。でも、どれもご神道イベントほどの派手さはないですね。私たちだけで悩んでても、もう無理かも。お兄ちゃん、このノートを一度、おじいちゃんか安春さんに見てもらうのはどう？よろしく頼むぞ、いいな。いや、俺はちょっと野暮用が。レンニー、いつまでおじいちゃん苦手にしてるの？多分、一生だな。ご主人。おお、よしよし。お主はめんこいのう。
むむ、マコから我が輩のスマホに連絡があったのだ。うん、安春がくれた。これは面白いな、ご主人。毎日10回は回しておる。源十郎のところに行くのであろう。我が輩も行くぞ、ご主人。我が輩がいた方がご主人も厳しい祖父と話しやすかろうと思うてな。あ、どうしたのじゃ。そうか、ならば行くがよい。親子は一緒が一番じゃ。達者でな、末永く仲良く暮らすがよいぞ。すみませんね、正臣さん、村雨様。ふむ、源十郎も忙しい男だからの。ことづけがあればお伝えしますが、わかりました。では私はこれで。町内会の会議ということであれば、多分安春も出席しておるだろう。今は安春にも相談はできぬな、ご主人。仕方ない、ご主人。散策でもしながら考えよう。ずっと部屋に閉じこもって考えておるのはよくない。ご主人は最近源十郎と稽古もしてない。少し運動した方が良いぞ。慣れるとしても限界はあるがな。前にも言うた通り、今我が輩は自分の体に取り付いておるだけだ。いくら慣れても完全にご主人たちと同じにはならん。ご主人、ご主人の両親は健在なのか。町おこしが一段落したら帰るがよい、ご主人。法理は知っての通り、やはり特殊な場所なのだ。それに不便じゃ。財政も苦しいしの。長い目で見ればここにご主人がとどまることは良いことではないのだ。何よりここにはご主人の家族がおらん。我が輩にはわかるのだ、ご主人。これは我が輩の心からの忠告だ。家族を大切にせよ。よく言うではないか。孝行したいときに親はなしじゃ。
ご主人、行くぞ。ご主人の運動不足を解消するのだからな。これくらいでは足りぬくらいだぞ。よし、川で遊ぶぞ、ご主人。おお、冷たい、冷たいぞ、ご主人。そうじゃった、川はこんな感触だった。ご主人もこっちに来るのだ。我が輩と水を掛け合って、やったなあこいつ、待てーと戯れるがよい。恋人同士とはそういうものらしいぞ。春でも川でも別に良いではないか。それそれ、童心に帰るのもいいものだぞ、ご主人。なんだと？悠久の時を過ごしてきた我が輩に、なんということ！ちなみに、悠久といっても、給料があるという意味ではない！やっと来たか。前とは違って、今はお互い生身の体じゃ。一緒に遊んでおるという感じがするの。好きというか、川か山しか遊び場などなかったからの。冬以外はこんなことばかりしておった。我が輩だけではない、村の子供は皆そうだったのだ。うむ、ろくな遊び道具など何もなかったわ。男は棒切れでチャンバラごっこ、女子は母の作ってくれた人形でおままごとじゃ。もっとも子供も働いておったから、その合間にだがな。うん、食う以上は働かねばならん。いや、飢饉があれば食うことさえままならぬ。法理は豊かな土地だった。まだ恵まれておった。我が輩たちは幸せだったのだ、あの戦があるまではな。そんな顔をするな、ご主人。我が輩は悔いてはおらぬ。人柱になったことを悔いてはおらぬ。おかげで法理を守れた。それにご主人にも会えたのだ。だから悔いてはおらぬのだ。油断してる方が悪いのだ、ご主人。ほれほれ、千年版か。こんにちは。
サオミ、今日こそはイベントを決めましょう。大旦那さん、毎日私に進捗聞いてくるのです。そろそろ進捗ダメですと言いづらいであります。実は私、昨夜安春様が町長さんとお電話しているのを聞いてしまったんですが。お父さんと町長さんが？違いますよ、本当にたまたま聞いてしまっただけです。アリチさん、後で校舎裏に来てくださいね。安春様の声しか聞こえなかったので完璧に把握はできませんが、端的に言うとかなり財政状態が苦しいと。なので町おこしについては早急に進めるために外部のイベント業者に依頼してはどうかと町長さんが提案されたようです。それって今かなりヤバいってことじゃね。ロカ姉も毎日元気なさそうだしな。でも外部の業者さんがうまくやってくれるなら。それについては私はかなり懐疑的ですね。法理は特殊な土地ですから。そうね、ありきたりのアイディアならもう私たちが出しているもの。はあ、なんでこんなことになっちまったのかな。いっそ御神刀をもう一回岩にぶっ刺してあのイベント復活させようぜ。レンタロウ、それ短絡的ですよ。そうだよレンニー、もっと真面目に。アリチさん、何を言ってるんですか？お兄ちゃん、どうしちゃったの？お前、いくら焦ってるからって、俺は冗談で言っただけだぞ。目玉である御神刀イベントがなくなってしまったからです。そうです、だからそれに代わる新しいイベントを。つまり正臣は御神刀をまた岩に刺すつもりですか？それでは村雨丸がまた使えなくなってしまいますが。なるほど、もともと御神刀の神力を維持することが目的のイベントを本当に法理の目玉イベントにしてしまおうということですね。確かに人気のあったイベントの復活ですから町おこしにはなりそうな気はします。ですが、村雨様的にはどうなんだろうな。それその前に安春様にまず相談した方がいいと思います。一度抜いた御神刀を再び岩に突き刺し元の状態に戻したなんて前例はおそらくありません。不可能なら村雨様に聞くまでもなくこのアイデアは実行できないのですから。
くといいですね、マサオミ。これがダメなら、多分外部の業者さんだしね。しかし、どうなんだろうな。どうしたんだい、マサオミ君。そんなに慌てて。とにかく落ち着いて、まず座ってよ、マサオミ君。僕はどこにも逃げないよ。あ、お茶でも入れよう。落ち着いたかい？じゃあ、マサオミ君の聞きたいことを聞かせてもらおうか。そうか。その手があったね。確かに、もともと人気のあったイベントを復活させた方が効果は期待できる。町内会でもその案は出なかった。発想としては、大いにありだと僕は思う。でも、マサオミ君、君も多分分かっていることだと思うけど、再び村雨丸を君が手放し、元の状態に戻すということは、でもこの場合、封印というより奉納するってことになると思う。そう、役目を終えた御神刀を神様にお返しするってことになるね。御神刀の力をお返しするわけだから、もう人柱である必要はなくなる。管理者から本来あるべき姿に戻られる。ああ、多分その時のために厳重に封印されて御神体とされていたんだろう。いつか村雨様にお返しするために。でもね、正臣君、御神刀を奉納するのはたやすいことじゃない。何しろ前例のないことなんだ。誰もやったことのないことを正臣君はやろうとしている。かなりの覚悟とそれに伴う行動が必要だ。全く躊躇してないね。正臣君の気持ちは分かったよ。さすが源十郎さんのお孫さんだ。強いよ、君は。君がこの土地に来てくれて本当によかった。それを達成するには2つのハードルがある。1つは技術的問題。御神刀を奉納できるのは使い手である正臣君にしかできない。吉野の舞のように決められた手順を踏み、最後に御神刀を岩に突き刺す。口で言うのは簡単だけど、刀を、それも村雨様の宿っていないただの日本刀を岩に突き刺すのは簡単なことじゃない。下手をすれば刀の方が折れてしまう。それこそ剣の達人級の腕前が要求される。それから次の2つ目がもっと大事なことなんだけど、それがクリアにならなければそもそも奉納することはできない。その2つ目が何かはもう正臣君は分かってるって思うけど、
僕個人としては戻ってもらいたい。できることならうちの養女となって、吉野や真子くん、それに正臣くんと共に楽しく過ごしてほしい。でも村雨様は迷っておられるように僕には見える。君はどう思う？すまぬ、今はまだ踏ん切りがつかぬ。我が輩はあまりに長く村雨丸の管理者として生きてしまったのだ。良いとは分かっていても、理屈だけではなかなか割り切れないのだ。なんだご主人。わからん。正直戻るべきではないのではないかと思っておる。ご主人の両親は健在なのか。町おこしが一段落したら帰るがよい、ご主人。そうだね、僕もそれしかないと思うし、それができるのは正臣くんだけだ。すまないね、僕はいつも君に厄介事を押し付けるばかりだね。ありがとう正臣くん、そう言ってもらえて僕も随分楽になったよ。お茶もう一杯どうだい。そうかい、ならお言葉に甘えるよ。僕と同じだ。ご主人、町おこし会議最近は停滞気味だの。今日は旅館での会議もなかったし、夕げの時マコも吉野もそれについて全く話題にせんかった。このままではダメではないのか、ご主人。何？それはマコとか。でかしたぞご主人。ん？どうしたのだご主人。どうしていい案が浮かんだのにそんなに思い詰めた顔をしておるのだ。あの時とはいつじゃ。
ておったか。すぐに涙を拭いてごまかしたつもりであったのだが。なぜあの時に指摘しなかった？あの男の言いそうなことだな。それでなぜ今それを蒸し返すのだ？何を急に。今さらそんなことを言わなくても我が輩は分かっておるぞ。自分の気持ちを吐露してくれた。その上で我が輩をそこまで思って、女子としてこんな嬉しいことはない。わかった。ご主人には全てを話そう。たとえ軽蔑されても仕方ない。それが我が輩に真摯に向き合ってくれたご主人への礼儀だと思う。人に戻りたいという気持ちはある。前よりもこうしてご主人を強く感じられるしな。だが我が輩には人に戻る資格はないのじゃ。ご主人、皆は我が輩が自ら人柱になったことを尊いことだと褒めたたえてくれるが、本当はそんな綺麗な話ではないのだ。我が輩は逃げただけなのだ。ご主人、我が輩の両親は父上も母上も我が輩が人柱になることに大変反対した。たとえ幾縛もない命であろうと、最後の最後まで共に生きようと。だが我が輩はそんな両親の願いを聞き入れなかったのだ。いつ死ぬかわからぬその恐怖から逃げ出したくて、家族の願いを踏みにじり人柱になってしまった。真実なのだ。ご主人、我が輩は決して立派なことをしたわけではない。ただの臆病な親不孝者なのだ。
親不孝の罰を今受けておるのだ。我が輩は500年もの間この世に存在し続けておる。家族と呼べるものなど当然得られぬまま500年、周囲の者たちが追い死んでいくのを見送り続けた。どんどん心が冷えていくのがわかるのじゃ。時々誰かと強く交わることが怖くなるのだ。女子として初めて愛したご主人にすらずっと一緒にいてくれとは頼めぬほど、いつかは法理を出よと言ってしまうほど。これ以上の孤独はないであろう。だがこれは罰なのじゃ。両親を捨てた愚かな娘の。だからこれでいいのじゃ。ご主人、どうしてその名を。他の女子と幸せに。その名で呼ぶでない。ずっと我慢しておったのに、人前では決して泣かぬと。ひどいぞ、ご主人。願い叶えよう、共に。バカ者、礼を言うのは我が輩の方だ。ありがとう、ご主人。そうですか、村雨様がお許しに。ほっとしました。
いやー、よかったよ。本当によかった。これで僕にまた可愛い娘が増えるしね。な、何？我が輩は人に戻るとそうなってしまうのか？まあ、戸籍上はそうしておくのが一番無難でしょう。もちろん、人にお戻りした後もここで暮らすというのが前提ですが。うむ、しかし、人に戻ったら我が輩はもうここで世話になる理由はないの。安春や吉野の迷惑になるのではないか？迷惑なんてとんでもないです。ぜひ、友竹家にずっといてください。私も、村雨様はもう家族と思っています。いなくなられては困ります。みんな、そんなに優しいことを言うでない。つい甘えてしまうではないか。ぜひ、今日からでも僕をお父さんと。ですが、アリチさん。ご神道の奉納の儀を行う必要があります。手順は、ここの文献を調べればわかりますが、ええ、最後は村雨様の宿っていない村雨丸を岩に深く突き刺さなくてはならない。それは手順とは関係なく、剣術としての技が必要になる。アリチさん、村雨様が宿ってない村雨丸を岩に突き刺せますか？違います、生蔵じゃないです。正臣君、試しにちょっと剣先で岩をついてみない？現時点での手応えを確かめるのは必要だよ。ではあるな。もともとあった穴に村雨丸を突き刺せばそれでよし、などという容易なことではないのだ。ご神刀は借りるのも大変だが、返すのも同じくらい大変ということだな。それにイベントとして復活させる以上、簡単に抜けてしまっては困りますからね。じゃあ、ちょっと試してみようか、正臣くん。そうなのですか？はためからはとても無理に見えましたが。
我が輩もかすかに感じた。村雨丸はそれ自体が意志を持っておるのだ。500年間黙っておって、今になってようやく口を開いたか。なんと無口なやつじゃ。仕方なかろう、ご主人。村雨丸も我が輩たちの仲間なのだ。望みを聞いてやろうではないか。じいちゃんの稽古をまた再開する？マジかよ。わお、本当ですか、マサオミ。町おこし活動も、ご神道イベントの復活という線で今後動きます。父を通じて今頃町長さんにもその案が伝わっていると思います。まず反対はないだろうと父は言っていました。いやー、まあご神道イベントの復活はいいけどよ。なんでまた正臣がじいちゃんにしごかれる羽目になるんだ。それと町おこしに何の関係があるんだよ。は？誰がそんなこと言ったんだ。いや、それ意味わからねえし。ただ単に岩に工事をして穴を開けてご神道を刺すだけではダメなのです。はい、それではご神道の奉納の儀式を行ったとは言えません。あくまでご神道に認められた有地さんがやらなければならないのです。そうしないと村雨ちゃんは完全には人に戻れないというわけですね。村雨様のためってことか。それなら仕方ないな。ま、お前の彼女のためなんだから頑張ってくれ。じゃあ俺は陰ながら応援ってことで。え、なんだよ。俺は御神刀扱えないから特訓はしないぞ。無論付き合う気もない。絶対だ、絶対にだ。な、何？な、なんだって？この俺がサブリーダーだわ。お、レンタロウ急に出世しましたね。おめでとうございます。さすがにこんな状況では有地さんに広報までは頼めませんから。それで仕方なく、あ、いえ、頼りがいがある殿方の鞍馬くんにお鉢が回りました。ねえ、今仕方なくって言わなかった？言ったよね、日立さん。俺にそんな役目は無理だっての。俺は女子からの人望はいまいちだからな。そうだよ、レンニー。話は全部こっそり聞かせてもらったよ。ここは男だったらやるとこでしょ、レンニー。嫌だよ、面倒だし。いっそお前がやってくれ。妹に仕事を押し付ける気？このバカ兄。そんな兄貴修正してやる。な、こら、痛いだろ、やめろ。はあ、サブリーダーを決めるだけでこの騒ぎですか。
前途多難。マサオミ、大旦那さんに相談しましょう。どの道剣術の特訓をするのですから、大旦那さんにはお話しするのですよね。妹なんだからおとなしく兄の言うことを聞け。レンニーこそ兄貴なんだからもっと妹の言うこと聞いてよ。行くぞご主人。そんなわけで、ご神道イベントを復活させる方向で動こうかと思ってます。源十郎さん、話はすでにあらかた聞いておる。午前中に臨時の町内会議があってな、そこで安春様から話があった。それで町内会ではどんな結論になったのですか？ぜひその案で行こうと決まりました。巫女姫様、ご神道イベントの復活祭を近日中にやりたいと。近日中なのか、源十郎？はい、わしもあまりに早急なのはどうかと思ったのですが、町の財政難を一刻も早く解決したいという住民の意向もよくわかります。急なことになって申し訳ありませんが、何卒ご容赦ください。もうあまり猶予はないのですね。そこまで深刻だったんだ。マジかよ、参ったぜ。正臣、村雨様の宿らない村雨丸はただの一振りの刀にすぎ、それを奉納の儀の際に岩に深く突き刺さねばならん。機会はおそらく一度きり。失敗したら村雨丸が折れると思え、村雨様が人にお戻りできるか、法理の地が再び活気を取り戻すか、すべてお前の双剣にかかっていると心得よ。覚悟はできているようだな。我が輩からもお願いするのだ、源十郎。お主の力をそなたの孫と我が輩と法理のために貸してくれ。村雨様、もちろんです。この鞍馬源十郎、命に代えても、もし失敗したら腹を切る覚悟でやりましょう。バカ者、それぐらいの気概がなくてやり遂げられることではない。500年の長きにわたる伝承にお前が終止符を打つのだぞ。何としても村雨様をお救いするのだ。正臣、お前も命かけてやれ。お兄ちゃん失敗したら切腹しちゃうの？すごいです。大旦那さんも正臣も現代の侍です。グロいのは勘弁してくれよ。まあ切腹はともかく、それくらいの覚悟はいるということです。はい、ご神道の奉納ですから生半可なことではないでしょう。では早速正臣は今日から特訓に入る。すぐにご神道を取ってこい。真剣でやるぞ。ではわしも正臣との稽古にしばらく専念します。この部屋は今まで通り自由に使ってください。何かあったらお上に。助かります。
私たちはイベント復活の広報の準備をします。ビラを配ったり宣伝のホームページを作ったり、やることたくさんですよ。わかりました。それから蓮太郎。はい。信じておるからな。頼んだぞ。え、では失礼する。じいちゃん。クラマ君、源十郎さんに信頼されてるじゃないですか。ああ、意外だ。でも。でも、何ですか、蓮太郎。俺、やる気出てきたわ。よし、やってやるぞ。クラマ君、私も頼りにしてますから。うむ、我が輩もだぞ、蓮太郎。任してください、巫女姫様、村雨様。よし、行け、谷。うるせえよ、いきなりなえる呼び方すんな。来たか。正臣、本来ならまず落ちてしまった体力を取り戻すための基礎トレーニングを行うところだが、お前も知っての通り時間がない。ただお前の立ち筋を鋭く強いものにすることのみに集中する。お前はこれから岩をも貫くほどの立ち筋を体に刻みつけるのだ。体力不足は気力で補え。それしかあるまい。よいか。では場所は。ちょっと待つのだ、二人とも。我が輩もご主人の稽古に付き合う。村雨様、今回の奉納の儀は正臣が一人で成し遂げなければなりません。巫女姫様たちと町おこしの準備の方に力を注がれた方がよろしいのではありませんか。そうはいかん。たとえ村雨丸に宿らずとも、我が輩が管理者であることに変わりはない。使い手であるご主人と村雨丸をずっと見守っていなければならん。最後まで責任を果たしたいのだ。正臣、皆まで言わなくてもよい。村雨様、わかりました。ただし稽古の間はたとえ村雨様であろうと一切口出しはしないでください。それでもよろしいですか。わかった。我が輩は管理者ではあるが剣の使い手ではない。お主のやり方に口は出さん。ならば結構です。最後までご自身の責任を果たしてください。山へ行くぞ、正臣。町中で真剣は振り回せんからな。ご主人、最後の最後でまたご主人に大きな負担をかけてしまったな。すまん。
この辺りまで来ればよいか。よし、ここにしよう、正臣。すぐにでも始める。村雨様は下がっていてください。ご神刀を抜け、正臣。おお、様にはなっているな。ああ、そうであったな。だが、油断は禁物だ。それは真剣だ。扱いを誤れば大怪我では済まぬかもしれん。細心の注意を常に怠るな。ではまずは100回切ってみよう。はじめ。腕だけで刀を扱うな。ただ振るのではない。切ることをイメージしろ。疲れたか。一旦休め、正臣。ダメだ。思った以上にお前の基礎体力は低下しているようだ。怪我をしては元も子もない。命令だ、休め。ご主人、こっちに来て座れ。ほれ、この草むらならそんなに汚れんぞ。ん？何がだ、ご主人。じゃ、そんなことか。今日は初日だ。いきなりうまくいくわけないではないか。ご主人は以前あのたたり神と渡り合ったのだぞ。鍛え直せばいいだけだ。自信を持て。ご主人、手を貸せ。どうしてもっと早く言わんのだ。この手ではうまくいくものもいかんぞ、ご主人。そんなに重いのか、村雨丸は。主人、そんなに落ち込むな。大丈夫だ。ご主人ならきっとできる。我が輩が惚れた男なのだ。これくらいのことでうつむくでない。
何？その手で続けるつもりなのか？マサオミ、そろそろ再開するぞ。ご主人、フーリのために、我が輩のために、あんなに嬉しいぞ。なあご主人、我が輩は最近思うのだ。我が輩はご主人に出会うために500年の時を超えたのではないかと。もしそうなら、我が輩は。アリツさん、どうしたんですか？ボロボロじゃないですか。話は後じゃ。まずは座れ、ご主人。茶を入れてやるから、まず休め。やあ、おかえり。って、マサオミくん？ケンジオロウさんも容赦ないな。まだ初日だというのに。私、ここまで疲れている人を見たのは初めてです。こんなことでは本番までアリスさんが持たないんじゃないですか？そうですね。肝心の御神刀の奉納の儀の時、アリチさんが動けなくなってたら意味がありません。まあそれはそうなんだけどね。だからといってマサオミ君をこんなに酷使するのは。お父さん、今のところ奉納の儀はいつ行う予定なのですか？町内会では2週間後にはってことになってるけど。2週間？急すぎではありませんか？そうだ、もっと先にできぬのか、安春。ほら、ご主人、お茶じゃ。我が輩の見たところ、源十郎の特訓は厳しすぎる。それもこれも期間が短すぎるからじゃ。あやつも内心焦っておる。もっとじっくりやれば、ご主人もここまでボロボロにはならんのだ。そうですよね。たたり神と戦う時の特訓より明らかに厳しそうです。お父さん、予定を延期はできないんですか？奉納の儀を行うという意味だけなら可能なんだけどね。町おこしという観点から見るとなかなか難しいかもしれない。奉納の儀の日が御神刀イベントの復活の日でもあるからね。安春様、そんなに町の財政は。厳しいね。商店街の人たちは特にこのイベントに期待しているみたいだ。真庭さんもこの案を聞いてすごく喜んでいたよ。元も子もないんですよ。それは楽観視しすぎではないのか、ご主人。ご
人。ああ、忘れてました。アリチさんは一旦やり出したら絶対引かない人でしたね。わかりました。では、奉納の手順については私の方で確認しておきます。アリチさんは剣の腕を磨くことだけに注力してください。わかった。町内会のお歴々には2週間ごと伝えておくよ。でも、もし無理そうならすぐに行ってほしい。僕が何としても説得して延期してもらうから。では、方針が固まったところで夕食にしましょう。アリチさんにはたくさん食べて栄養をつけていただかないと。ダメだ、ご主人。無理をしてでも食べるのだ。なんなら我が輩が食べさせてやってもよい。あーんしてやるぞ、ご主人。ご主人、掛け布団くらいかけよ。風邪をひくではないか。はあ、まったくしょうがないの。これくらい別に良い。それは言わない約束なのじゃ。何をやらせるか、ご主人。もうバカを言ってないで休むのだ。電気を消すぞ。うむ、ゆっくり休むがよい。ご主人。よく眠っておるわ。よっぽど疲れたのであろう。当然じゃな。いきなりあんなにしごかれては。でもご主人は弱音一つ吐かなんだ。さすが我が輩のご主人で彼氏じゃ。避けそうになる。恋とはすごいの。みんな恋をするとこうなるのか。いや、好きじゃ。ご主人、お主に会えただけで我が輩は生きることができる。人柱になったのは間違いではなかったと。千年番か。行ってきます。行ってきます。安原様、村雨様。